はい、こんにちは。ビットコインがね、ますます値上がりしております。速稼中の子でございます。私2014年から暗号通貨の方、いわゆる通貨革命ってものに出会いまして、2013年はね、そのインターネット革命、情報革命だったんですけども、すぐに次の波が来るなと思いまして、この暗号通貨の業界に入りました。私暗号通貨って言葉使ってるんですけども、これね、当時から使ってたんでもう染みついちゃって、仮想通貨とかね、暗号資産って言いにくくてしょうがないんですよ。ですからしばらくね、暗号通貨って言うと思います。クリプトカレンシーですからね。で、この暗号通貨なんですけども、最初に購入したのは ADA だったです。この ADA が大ブレイクしましたね。私はね、この ADA を買った時はビットコインの存在すらよく知らなくって、まあ詐欺なんじゃないかなと思いながらも、そのネットワークビジネスの一つとしてね、 ADA 買ったんですよ。そうするとこの ADA ドカーンとね、800倍ぐらいになって、大きな資産になってね、でストーンと落ちていってで今はね、割と落ち着いた金額ですけども、これからますます値段上がると思うんですよね。でビットコインというのは当時数万円っていう金額だったかなと記憶してます。2万円で買った覚えがあるんですよ。2万円で10万円分5ビットとかからスタートしたんですけどね。それからなんかビットリージョンみたいなのに入れちゃったりとか、飛んだりとか、マイナーなんとかっていうのがあったりとかね、石油の利権みたいなのが、そういうのに暗号通貨を突っ込みながら、なくしながら、でもやっぱり買い増しながらね、ビットコインが10万円を超えた時って、それはもうみんなでね、パーティーしたもんですよ。10万円超えてからパーティーしたんですよ。で、将来100万円になったらいいのにねと思ったらね、あっという間に100万円になったみたいなね。その後、あっという間に200万円を超えて、そして暴騰して急落みたいなね、ビットコインバブルが起きたのが2017年の12月だったと思いますけども、あれから冷静にまたマーケットを見るようになって、私はその間に FX のテクニカルを身につけてですね、FX でもきちんとお金が稼げるようになったんですけども、この FX の理論理屈が必ず暗号通貨のクリプトの世界でも通用すると思ったんで、その出来高に合わせて私はテクニカルを使うようになりました。現在のところですね、テクニカルが通用するのはビットコインだけだと思ってもいいかなと思ってるんですけども、ただね、XRP とかイーサリウム、ADA に関しましても、多少ですね、テクニカルを用いて私は未来予測をしています。その模様は今までずっとね、無数の暗号通貨関連の動画でお伝えしていると思いますけども、おかげさまでですね、このテクニカルを真に受けて買っていただいた方はだいぶ利益を取られているということでね、利確がどんどん始まってるみたいですね。やっぱり大事なのは、目標金額に行ったら1回利確するってことなんですよ。それで冷静になってね、ポジション全部外して冷静になって、もう1回同じような形で許容範囲を自分で決めてね、新しくで、投じるって感じです。というのがね、暗号通貨を買うっていう時点で、投資で儲けようと思う時点で、何かね、お金の問題を解決したい、例えば欲しいものがあるとか借金を返すみたいなのがあると思うんですよ。まずはそれを片付けて、改めて余剰資金の金額を計算して、それからね、改めてビットコインを買えばいいと思いますから。この前ね、200万円から220万円で利確した人が何名かいらっしゃいましたけども、あの時に利確しちゃったんで、今ビットコインを買うと高いっていうような感覚でしょ。でもそれいいんですよ、その時に現金が必要だったんで。だって眠らせっぱなしでは1円にもならないですからね。やっぱり高校に憂いを立つではないですけども、ビットコインの粗利を持って、いろんな問題を解決して爽やかな気持ちでね、何の負債もない状態で、また新しい気持ちでビットコインね、これ300万弱になりましたけども、これ買えばいいじゃないですか。でまだまだ上がっていきますよ。同じような境遇の方がこれからビットコインを買い増していくわけですから。で少なくともね、ビットコインを手放さない人っていうのはいるんですよ。そのビットコインに投じたお金が完全なる余剰資金で、借金もないし、暮らしにも困ってないし、それこそね、そこそこ贅沢している人が、ああビットコインそういえば昔買ったよねって人が、これが多いわけですよね。ですからそういう方がしっかりとビットコインの金額を支えてくれますんでね、まだまだいけるんじゃないですか。じゃあどのくらいまでいくかっていうと、やっぱり多くの方が予想してるみたいに、2021年って500万を見るんじゃないですかね、このペースだったら、ね、500万だから。これはね、テクニカルではなくて単なる願望と勢いですよ。500万ぐらいいくんじゃないのとか、1000万ぐらいいくんじゃないのって気が今はしてます。で2021年にそうならなくてもね、下がるポテンシャルよりも上がるポテンシャルの方が随分大きいと思いますよね。ただ今のところビットコインが今の金額以上にいったことって歴史上ないんで、一定のちょっとね、ロスカット、これは引いておかなくてはならないかなと思います。投入金額の 10% 減になったら、これはロスカットを引いていきましょう。ボラティリティの大きさも考えてね、 10% です。普段はもうね、 2% とか 3% でロスカットライン入れるんですけども、ビットコインに関しましては 10% 減 20% 戻すみたいな結構ありますんでね、そういうのを加味していくと、ロスカットラインは 10% が適当で、強気に行くなら 20% ぐらいを見ていってもいいんじゃないかなと思いますよね。あとはそれぞれの資産状況と余剰資金に合わせてやっていけばいいんじゃないかなと。そして多少の度胸ですね、そういった形でビットコインをどん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 注目していければなと思います。そして肝心なのは、自分がビットコインを買ったら
ビットコインの話をどんどん周りにしてね、ビットコイン持ってない人に持ってもらうことなんですよね。でも買え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 言っちゃダメですよ。なんとなく周りの人がビットコインをちょびっとずつ買えばそれで値段が上がるんですよ。だ結局暗号通貨ってなんで値段が上がるかっていうと、買う人が多いからなんですよね。なんで暴落するかっていうと、売る人が多いからなんですよ。ただこれだけですから。だからビットコインの話を私がこうするじゃないですか。そしたら何人かはビットコインね、興味持ってくれるんですよ。そして買ってくれるんですよ。そしたら値段がまた上がるというね。そうした人と一緒にまたね、ビットコインが注目されるようにムーブメントを起こしていければ、さらに私たちの利益確定っていうのは安泰になるかなと思ったことでございます。なんともこすい話になってきました。じゃあまだビットコインを買ってない方はね、ぜひね、ビットコインのまずは取引所に登録していただいて、ビットコインをね、ちょびっと5万円でも10万円でもいいじゃないですか。それこそ1万円でも5000円でもいいじゃないですか。まず買ってみて、ビットコインのホルダーなんだっていうところでね、時代に乗ってみてはいかがでしょうか。それでは年末年始とまだありますんでね、もう一悶着あるんじゃないですか。まずは300万超えるところから見ていきましょう。それでは失礼します。